はい、それでは今日の物理を始めます。今回は前回の続きその2です。括弧 A の問題の括弧 D から始めます。でこの図は前回と同様ですけれども、ここに P2 を P2 というその極板ですねを X の位置、X が0の時に通じ合っていったわけですね。で X の時に下げて X の位置で静止させるために必要な力 F はこのようにして全問の結果ですね、 C の問題の結果がこのようになりました。で、括弧 D の問題ですが、全問に引き続き括弧 D の問題ですが、 P2 の位置 X を変化させると、X0 が釣り合いですから、上か下かこういうふうにして変化させると F が0、 F というのは手で支える力、あるいは引っ張る力、支える押す力ですね、どちらかですが F が0になる位置が2点あった。 X が X0 の時、つまり X0 の時はもう 手を離して釣り合ってるわけですね。ですから X が X0 の時と、もう1点の位置 X を X1 とすると2つあるわけですね、 X0 と X1 が。で X1 はこのようにして E と U というこの式で表されるんだということです。でこの数式を面積の断面積、平行の極板の面積 S、 これが真空の誘電率ですね、イプシロン0でバネ定数、それから起電力の 電圧 V ですね、起電力 X0 は釣り合いの位置の必要なものを用いて書きなさいという問題です。でここでその手で押すかあるいは引き上げる力は、ここが X、 これが0ということですから、これが0の時が X が0の時ですね、 X0 の時は釣り合うと、これはもう文句ない、もちろんですね。もう一方は F が0ですが、これが0になればいいわけですね。ですからこれが0であるというその X を求めればいいわけです。ですからこれが0ですから、結局 K イクロール、これは0ですから 2X0X 次乗 X0 次乗ですね、イクールイプシロン 0SV 次乗の X プラス X0 だと。でこれはこちらもできて 2A ですから X 次乗の二次方程式になるわけですよね。 2KX0 次乗 X 次乗、こう来て、これが今度こちらに移行しますから、エプシロン 0SV 次乗 X、 これもさらにこちらに行きますから、エプシロン 0SV 次乗 X0 ですね、これが0だということです。ですからここ二次方程式になりますね、 X が。ですからここのこれが満たす X を求めれば、それが X1 になるわけですね。ですから X1 は上に、 X1 はこれこの解の公式を、根の公式、根を求めればいいわけですね。解を求めればいいわけです。ですから、2A 分の A ですから、2×の、これが A ですから、2KX0 次乗、2A 分のマイナス B ですから、マイナス B ですから、マイナスマイナス、イプシロン 0SV 次乗。マイナス B プラスマイナスのルート B 次乗、これが B 次乗ですから、イプシロン SV 次乗マイナスの 4A がこれですね、 2KX0 次乗マイナス 4AC ですから、マイナスのイプシロン 0SV 次乗 X0 になりますね。ですからこういうふうにしてなります。あとはこれを計算すればいいわけですね。でこれを計算しますが、これ分母は 4KX0 次乗ですね。ところがこれはそのままです。でプラスマイナス、これでくくると、イプシロン SV 次乗でくくると、これが S 次乗ですから、こうなって、ここマイナスとマイナスでプラスですから、これですね、これでくくっていますから、結局プラスの 8KX0 の次乗と X0 で3乗になるわけですね。ですからこうなります。でところでプラスマイナスですが、ここマイナスにすると、これはイプシロン S の V 字を、こちらが結局これでプラスになりますから、これはイプシロン SV 字上ルートの事情ですから、これよりも大きくなりますから、こちらがマイナスを取った場合はこちらが負になるわけですね。ですからマイナスではダメだと、不適になるわけですね。ですからプラスの方だというわけですね。 X1 は正ですから、あくまでも X1 は0原点から上の距離ですから、ですからこの
正プラスの方を取るわけですね。ですからこれ分のこれとプラスこれをルートの中にやると事乗になりますからこうなります。ですからこちらはこうなるわけですね。これをさらにここですね、これをさらにこの形にしないといけない。ですからこれで割ればいいわけですね。これでくくるというわけです。これも計算になります。これでくくるとここがカッコ1プラスのこれで、これを割ればいいわけですね。これでくくりますから、それを次計算していきます。でこの形にするためにこれで割ります。これでくくるというわけですね。ですがこれで割るというわけ、これをここに持ってきて割るわけですね。ですが割りますから同じものが割れますから1になります。でこれをこれで割りますからルートの中にあるとこれを事乗したものですね。それを逆転してかければいいわけですね。ですがこれはここを置きます。でこれを逆転したものを事乗したものにしました。ルートの中ですから事乗したものですね。ですからこれとこれがそっくりそのまま消えていくわけですね。でこれは分母が残ります。イプシロン SV 乗が残って、あとはこれが残るわけですね。ですからこれ全体はこういう形になるわけです。ですからこれとこれが E になるわけですね。で1プラスのルートの中がまあここが1プラスルートというこれになりますから、これはですからこれですね、ルート、まあ、答えはこれでもいいわけですね。ですから E がこれで分の答えがこれになるわけですが、まあ、これはまあこれとこれで1になって、もっと簡単になりますね。ですからこれはまあこういう形これでもいいんですけれども、これはまあ1プラスのイプシロン 0SV 字をで 8KX0 の3乗になりますね。ですからまあこれでもいいんですが、まあ これこちらの方がまあすっきりした形になりますね。ですから1プラこれとこれが E、 1プラスこれですね、まあ、ここもルートの中も1プラスこういう形になりますけれども、ですから結局答えは E の答えはこれだというわけですね。これが E だと、うの答えはこれですね。この1プラスと間違わないようにしてください。これが1プラス、これが1プラスで、ルートの中がこれですから、これがうですね。こういうふうになります。次は括弧 E の問題です。 P2 の 1X、まあ、P2 をこれを手で押さえるか、あるいは引き上げるかですね。こう、ここが P2 の位置がまあ変化するわけですけれども、その X を変化させた時のこの手を押さえる力があれば引き上げる力ですね。この F の様子として求めてきたのグラフはどれかというわけです。ですから 1X が横軸、縦軸が F ですね。そのここにまあグラフが1から8通りありますが、どれが最適なグラフかという問題です。1番から1,2,3,4,5,6,7,8 と8通りあります。でこのここの図ですね、この X が0の時はちょうど通じ合って何も手も支えたりしなくて F は0ですね。ですから X が0と X1 の時が F が0だったというわけですね。この点が X が F が0だというわけですが、ですからまあここでグラフで言うと X1 と X0 はまあどのグラフもその0のところになってますけれども、もう一つは X が0より上の時にバネがこう伸ばしたらこの縮もうとしますから、この支える力は上向きでないところもありますね。ですから F が正だと、上向きにこちら向きが正ですから F が正だというわけで、このグラフでいうとこの X0 より大きい場合は正位というのはもう3番と7番しかないわけですね。あとは皆負になっていますから、適当なものもらも8つありますけれども、この中からもう3と7かどれかというのがもう分かるわけですね。これから絞って3か7かというわけです。じゃあ X が X0 よりも小さい時どうかというと、これが X が0の時は釣り合っていますけれども、下これバネは縮んでいますから上に行こうとしますから、 F は負でないところもありますね。こちら向きになると、ですから F はこの時が負だというわけですね。これで見るとその X0 よりも
章の時はこっち3の場合は聖なというわけですね、7番ですからもうこれでもう歯もう7番だということがもう分かるわけです。答えは、まあついでに言うと X が X1 よりも小さい、ここの時は F が0ですが、どん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 この力をこう加えていくわけですけれども、これがもうほとんどいらなくなるということはどういうことかというと、静電気力が強くなるわけですね。バネの弾性力に比べて吸引力、静電気力による吸引力が大きくなりますから、ちょうど釣り合うところが X1 になる、こういう状況になるわけですね。もっと下げていくと今度は逆に強くなりますから、引き上げないといけない。じゃあだから X1 が夜正の時はこれも不正になるわけですね。まあ、これ見ても7番だということが分かります。もう少しこれをアップしてみます。先ほども言いましたが、3と7番が X が0の時は正になっていますね。こちら正になって、 X0 の時正になっています。あとは皆この X0 よりも以下大きい右寄りの場合は負になっていますね。全部ですから3と7どちらかでということで絞れるわけですね。じゃあ3か7どちらかというと、 X が0よりも小の時はここは正になっていますね。ここは0よりも上になっています。で、この場合は負になっています。で、X1 が、よりも小さい時はこれ正になっていますから、適当な最適なグラフはこの7番だというわけですね。こういうふうなグラフになるわけです。次は、括弧 A の問題の括弧 F の最後の問題です。P2 をゆっくりと、X が X1 と X0 の間を満たすある位置 X に移動させて P2 を支えていた手を離した。直後の振る舞いはそのどうかというわけですね。このまあ局番ですね、ここに押さえていたわけですが、1番 X0 に向かって動き始めるですね。 X1 に向かって動き始める、あるいは3番 X の位置から動かないという、この3通りのうちにどれかという問題です。これは先ほどの問題のこちらが書いたものですけれども、これを見るとよくわかるですね。 X0 が筋合いの位置でした。手を離した状態ですね。筋合っている X1 もそれ筋合っている状態ですが、このここの間ですね、ここの間ですから、どういう状況かというと、支えて押しているわけですね。なぜならばその吸引力よりもその手を離したらその弾性力縮んでいますから、このうちの大きいわけですね。ですから下向きに支えているわけですね。ですからここは X0 よりも小さい時ですね。その時は負でこういう方向ですから、ですから手を離すとこのバネの弾性力が強いですから X0 に向かって動き始めるわけですね。ですからこれも簡単で、答えは1番だというわけです。これが答えです。ちなみにそのじゃあ X1 がこの時はどうなるかというと、ここ X1 よりももっと下げると手を離した場合は こちらの方が強いですから、吸引力の静電気力が強いですが、こうキュッとこうバネの弾性力がまだ大きいですから、手を離すとこういくわけですね。ですから答えはこれ1番ですね。ここの間でいったら上に行くというわけです。